放送席第29回浜那須賞を制しました阿部武富騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずミノルシャープは前々走万栄大賞典悔しい思いをしたと思いますけども、それに対しても今日のレース、何か思うところなどはありましたでしょうか。そうですね、まあ、前回の、ね、重賞もちょっとね、まあ、一着目指したんですけど、ちょっとね障害で膝を折る不利を犯してしまったんで、まあ、そこをうまく修正すれば、まあ、降りての足は結構あるんでなんとか頑張れるかなと思って障害修正しました。はい、今日はもう障害すんなりといったということで。そうですね、まあ、道中もね息を余計入れれたんで、まあ、あとは障害さえしっかり上がってくれれば、まあ、ゴール前までカツカツでも逃げれると思ったんで、はい、はい、あの今日はちょっとスタートが遅れましたけど、そのあたり馬の影響などはありませんでしたか。そうですね、まあ、ちょっと恥だったんで、まあ、して、まあ、落鉄もあったんでちょっとね最初気合入ってたんですけど、ちょっと気合抜けたところもあって、まあ、間に挟まってればね、まあ、そんな遅れることなかったんですけど、まあ、恥だったんで、まあ、その辺は、まあ、考慮してたんで、まあ、それは焦らず、まあ、自分の競馬をするだけだなと思ってレースをしました。はい、今季これで、11戦9勝というミノルシャープ号です。あのまだまだどうですかね、力つけていきそうですかね。そうですね、まあ、まあ、1着取るにはこうしたことないんですけどね、まあ、クラスも上がるし、まあまあ、徐々に上がっていってくれればと思いますけど。はい、では最後に万栄ファンに向けてメッセージお願いいたします。まあ、これからも熱いレースを見せれるよう頑張りますので応援よろしくお願いします。浜那須賞を制しました阿部武富騎手でした。ありがとうございました。